武雄社長のだから金鋭堂。金鋭堂の武雄です。ずっとちょっとこうエブリベンチっていうようにこうね調べてみて、自分の中で、こういうふうに毎日やると、その感覚をつかめるのかと思ってずっとちょっとやってきたんですけど、ちょっと自分の勘違いだったようで、常にそのエブリベンチっていうのが毎回もう毎日マックスにこうチャレンジしてっていう形でちょっとやってきたんですけど、全くちょっとやっぱり意味合いが違ってたなっていうのを、ちょっと昨日そのフォームの確認とかして、こう調べてたっていうところもあったんですけど、単純にやっぱり間違えたんだなと思ったので、まずそのエブリベンチというかそのベンチ自体は、毎日もちろんこう触っていくことは思ってるんですけど、毎回マックスへのチャレンジっていうことではなくて、しっかりこう体を作る、そしてそのフォームを確認するっていうことを、意識して、毎日こうベンチを触って、そして、マックスに関しては、月、ほんと数回っていうような形で、チャレンジをしていくように、ちょっと変えていきたいと思います。多分その最初に100上がってすごいやっぱ嬉しかったんで、また、100こう上げられるように、もうあの感覚を忘れないようにっていう形で、ちょっと毎日チャレンジしたんですけど、どんどんやっぱりこう自分の中でも、フォームがちょっとこう崩れてってるなっていうのが正直やっぱり分かりましたし、昨日なんかもダンベルフライをこうやるときにどうしてもやっぱ力が出なかったっていうのは、もう単純に疲労が抜けてないんだろうなっていうように感じました。なので、考えているところを改めて、今日一応マックスにまた100チャレンジはするんですけど、上がっても上がらなくても、しっかり体を作る、そしてまたちゃんと100を上げられるようにっていうことを目的として、やっていきたいと思います。今日は、さっき申し上げた通り、昨日、もうほんと軽くというかもうベンチプレスを、触っただけだったので、体だいぶ回復は多分していると思います。まだ完璧ではないと思うんですけど、それで、しっかりこう体の様子を見ながら、またこうしっかり体を作って、そしてちゃんとこう100、そしてその先に行けるように、これからまた頑張っていきたいと思います。さあ、それでは100にまたチャレンジをしていきます。さっき申し上げた通り、上がっても上がらなくてもまず、マックスっていうのはちょっと一旦置くようにはしますけど、この100っていうところを、しっかり
上げれるように、頑張っていきたいと思います。残念ながら今日も上がらなかったんですが、まあ、それでもこの感覚っていうところを、しっかり大事にして、次につなげられるように、ちょっとマックスは、休んでしっかりまたトレーニングを積んでいきたいと思います。今日はまあ100は上がらなかったんですけど、まあ、かなりそこでこう結局力を使っちゃったので、そのエブリベンチっていうのが、まあ、70から 75% くらいを、5回5セットっていうところをこう綺麗なフォームで上げていくっていうところをこう目標としてやるみたいなんですけど、まあ、あの100やってちょっとこうかなりパワーを使っちゃったので、75キロを、5回3セット、やって今日は終わりにしたいと思います。まあ、特に、そのフォームっていうところを、しっかり確認しながらちょっとやっていきたいと思います。3セットは終わりました、まあ、これから、ちょっと改めて、しっかり、他の部分も一つ一つをこう確認しながら、次そのマックスチャレンジ、するまでいろいろ自分でも検証しながらまた頑張っていきたいと思います。新栄堂ではさまざまな新しい情報や皆様のお役に立つ情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。だから金栄堂。